横たわる漱石は、ハスミ・シゲヒコが、夏目漱石の小説を分析する上で取り出した、テーマの一つ。漱石作品の主人公たちが撮る、行画の姿勢こそが、物語や、それを紡ぐ言葉そのものを生み出しているというもの。草枕に何度も登場する、オフィーリア。ハスミによれば歴史もまたオーガの主題の延長である、我が輩は猫であるの、くしゃみ先生はいつも、 我が輩と同じくらい昼寝ばかりしていると飼い猫は語っている。坊ちゃんが手紙を書くときも草枕の学校菓子を認めるときも、まず彼らは寝転がるのである。そういった構造は漱石最後の作品である。明暗でも変わりはない、とハスミは言う。病に伏せる主人公の大助の周りで彼の妻や友人は止めどなく言葉を交わし合うのだ。 横たわるのは何も、大地の上に限るわけではなく、例えば、心の私と先生は、水の上で出会い、そして波の上で、仰向けに寝る。漱石の主人公たちが、横たわり、居眠りをするとき、なぜか他者が彼らに接近し、あるいは枕元に現れ、言葉が生まれる。ハスミによれば、横たわることは、漱石作品において、決して、 単なる疲労や病のモチーフではなく小説の言葉そのものと密接な関係を持ち作品風土を形作っているのである。何もしないこと、冒険を放棄することこそが逆説的に創籍作品の登場人物が世界と親密に戯れる態度の現れなのだ。文芸評論家の前田愛は、はすの横たわる創籍について明治という時代背景や大久保としちと 西郷隆盛という対照的な二人の人物を例に挙げ、当時の日本人について、腰掛ける表の姿勢と畳の上に横たわる姿勢、こういう二重構造を持っていたと述べ、明治における二つの姿勢という文化的なコンテクストから考えなければいけないだろうと思います。と結んでいる。ありがとうございます。